皆さん、こんにちは。ヨッピーです。緊急動画です。ファンタジースプリングス、ついに地図が大公開。徹底解説でお届けしていきます。繰り返します。緊急でございます。ファンタジースプリングスのマップが公開されました。そのマップの内容を徹底解説していきたいと思います。では早速、行ってみましょう。さあ、皆さん、こんばんは。今日はですね、ちょっとね、緊急で速報があったのでお伝えしたいと思います。それは何かと言いますと、ファンタジースプリングスがついにですね、こちらディズニーシーのマップに追加されました。いやー、嬉しいですね。今までですね、7つのエリアだったものが、ついにこのファンタジースプリングスがディズニーシーのマップに追加されました。ぜひ皆さんもですね、ディズニーシーマップと探していただければ、こちらの画面に行けますので、見てみてください。で、ちなみにですね、8つのテーマポートになりましたと。で、まずはね、詳しくはこちら見ていきましょう。海をテーマにした世界でただ一つのディズニーテーマパーク、東京ディズニーシー。ここには冒険とイマジネーションにあふれる8つのテーマポートがありますと、ついに8つになります。それぞれのテーマポートには、テーマに沿った様々なアトラクションやショップ、レストランがあり、訪れるたびに新たな発見がありますということで書いてあります。では、見ていきましょう。メディテレニアンハーバー、アメリカンウォーターフロント、ポートディスカバリー、そしてなんと4つ目がファンタジースプリングスと出ております。魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界。ファンタジースプリングスでは、ディズニー映画、アナと雪の女王等の上のラプンツェル、そしてピーターパンをテーマにした3つのエリアで、それぞれのディズニーファンタジーの物語の世界をご体験いただけますというふうに書いてあります。はい。3つのエリアって書いてあるんですけども、3つのエリアなんですけども、これで1つのテーマポートなんですね。はい。なんだかね、一個のテーマパークのような感じもしますけれども、ファンタジースプリングスだけですね。こういったね、ファンタジースプリングスとね、今は画像がね、書かれております。まあ、それぞれのエリアですね、写真なので、今後こちらがね、変わっていくのかなというふうに思います。はい。さて、どうなるでしょうね。大変楽しみです。ではですね、ここからが本番です。こちら、パークのマップ。見ていきたいなと思います。ちなみにね、パーク内でのガイドマップの配布はありませんということなので、はい、残念ながらではありますが、まずね、こちらマップをダウンロードして、中身を見ていきましょう。さあ、どんな感じなんでしょうか。開きました。こちら、ディズニーシーのマップでございます。ぜひね、皆さんこちら印刷して持って行っていただくと大変楽しいんじゃないかなと思います。でですね、まあ、ディズニーシーのマップなんですけれども、まあ、こちらね、エントリーのね、入り口ですね。で、通常のね、エントランスから入っていって、じゃあ、ファンタジースプリングスまで行ってみましょう。こちらから、右手を歩いていって、そしてソアリンの右手に、通過していきましょう。で、ミステリアスアイランドに入りますと。で、そこから、マーメイドラグーンの方にやってきました。で、マーメイドラグーンを入らずに、そのままね、まっすぐ進んでいきたいと思います。はい。で、進んでいって、ロストリバーデルタ方面に来て、そして右手に来たら、ファンタジースプリングス、ということになります。で、ちなみにですね、ここがね、ロストリバーデルタの、場所になるんですけれども、こちらで、ちょうどですね、レイジングスピリッツがあります。そして右手にジャスミンのフライングカーペットがあります。で、そこの間がファンタジースプリングス。ここからファンタジースプリングスエントリーウェイという名前になります。で、そこからここのトンネルをくぐっていくと、ファンタジースプリングスになりますよということになります。はい。ではね、ファンタジースプリングスの方に行ってみたいと思います。はい、やってきました。ついにファンタジースプリングス。2枚目がね、ファンタジースプリングスとエリアになりますよと。はい、ということで、先ほどのね、トンネルをくぐると、そうするとですね、ファンタジースプリングスに着きます。はい。で、左手にピーターパンのネバーランド、右手にラプンツェルの森がありますよということになります。私がね、これまで動画にしてきたものは、ファンタジースプリングスのエントリーウェイまでを撮っていたということになります。はい。で、くぐりますと、まずね、お手洗いですとか、AED とかね、車椅子とか、電話とかね、それぞれ置いてありますよということになります。じゃあね、早速ピーターパンのネバーランドから行ってみたいと思います。さあ、ピーターパンのネバーランド、やってきました。こちらですね、
ジョリー・ロジャー号、海賊船がまずありますよということになります。ここでね、結構メディアの方たち写真撮影してたと思うんですね。はい。なんで、ここでぜひ撮るのがいいかなと思います。で、3番。こちらが何かと言いますと、ピーターパンのネバーランドアドベンチャーでございます。空飛ぶ船に乗って、ピーターパンやティンカーベルと、壮大な冒険に行きましょう。提供は MTT コミュニケーションズです。はい。で、こちら遊びましたら、5番目のところ。ルックアウト、クックアウト。って言ってるこちらは、カウンタータイプのレストランです。そしてさらにその奥に行くと4番、フェアリーティンカーベルのビズイバギーとなります。はい。なんでこれをまとめてね、アトラクション楽しんで、レストラン行って、そしてティンカーベル楽しむということができます。で、このね、ドクロマークのところの隣には11番。これは何かというと、ポップコーンの取扱店でございます。フェアリーティンカーベルのビズイバギー前ということで、ぜひですね、皆さん、こちら、唯一のポップコーンの取扱店舗、ファンタジースプリングスエリアになりますので、ここでね、ポップコーン買ってしまいましょうということでございます。といったことが、ピーターパンのネバーランドでございます。ではね、次にですね、こちら、ポップコーンを食べましたら、続いてこっち行きましょうか。右側、下ですね。下手に行きますと、ラプンツェルの森でございます。で、ラプンツェルの森では、9番のところ、ここがですね、大きなね、塔が、ラプちゃんの住むところがあると思います。これが何かと言いますと、はい、ラプンツェルのランタンフェスティバルでございます。夜空いっぱいに明かりが浮かぶランタンフェスティバルへと向かうロマンティックなボートの旅ですね。こちらもメディアでのね、アトラクションの情報を見たんですけれども、ランタンフェスティバルの姿がね、大変見物です。そして、このラプちゃんのね、塔のところに、なんとね、ラプちゃんがいるんですよ、この中に。しかも動いてるらしいです。楽しみですね。で、10番のところ、スナグリーダックリングということで、こちらですね、レストランでございます。こちらも映画に出てきた、あのね、カバンな皆さんがいらっしゃるのかなと思います。大変楽しみですね。はい、ということで、この9番と10番が、ラプチャのアトラクション&レストランということでございましたという感じです。では、続いてまた戻りましょう。はい、11番の方に戻ってきました。いよいよ、アナとエルサのフローズンキングダム行ってみたいと思います。で、ここにですね、なんかね、マークがあるんだけれども、これはね、何なんでしょうか。はい、見ていきましょう。こちら、先ほどのものは、何かというと、ハンドウォッシングエリアということで、花王株式会社ご提供のお手手を洗う場所があります。それがこちらです。はい。で、そしてね、お手手を清めましたら、そのままね、アナとエルサのエリアに行ってみたいと思います。はい。そうするとね、大きな川泉がありますね。で、そこからね、トコ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 とくぐっていくと、7番と8番ありますね。これ何かというと、アーレンデールのロイヤルバンケット、そして王権の OK フードがあります。まさにこちらがアーレンデール城ということでございますね。で、アーレンデール城に入らずに、左手に行きますと、6番です。こちら。アナトエルさんのフローズンジャーニーがあります。ということで、こちらは、ボートに乗って、ディズニー映画、アナと雪の女王の世界を名曲ともに巡る旅でございます。はい。非常に楽しみですね。もうまさにね、私はこれに乗るのが一番楽しみでございます。はい。ということで、こちら、6番、7番、8番が、フローズンキングダムエリアになりますよ、ということでございます。なので、このね、まさに、お城に向かってって、橋を渡っていくと、お城が目の前にあって、そして左手にはね、氷の宮殿がありますよ、ということで、いやー、早く行きたいですね。ちなみにこのね、お城の手前に戻りますと、お手洗いとかね、車椅子とか AED とかね、電話のマークがあります。はい。で、ではですね、このまままた戻りまして、ファンタジースプリングスホテルの方に行きたいと思います。いやー、巨大ですね。ファンタジースプリングスなんですけれども、大変大きいです。まずこの左手ですね、こちらが、まあ、人生に一度泊まれるかどうかのグランドシャトーエリアですね、でございます。この一番のところが、何かと言いますと、なんだなんだ、はい。一番、これはですね、ちょうどですね、書いてあるね。ジョイフルスプリングスと書いてます。あ、失礼しました。この一番のものは、
ファンタジースプリングスのギフトですね。ファンタジースプリングスにちなんだグッズ販売がこちらでやってるという形になります。はい。これ通常だと入れるのかな？はい。また解説します。そして2番はどこだどこだということなんですけれども、失礼しました。2番はね、あれ？どこだ？あ、あった。2番すいません。めちゃくちゃ手前でした。で、これ何かというと、2番もですね、スプリングストレジャーということで、ファンキャップやカチューシャなどの身につけグッズのワゴンですね。なので、グッズをね、まずこのトンネルに入る前に買うことができるということでございました。はい。すいません。ちょっと飛んだんですけれども、再びホテルに戻りましょう。はい。で、2番、3番、4番、1番という感じで、この辺にね、書いてありますでしょ。で、ここがですね、何かと言いますと、まずね、2番が、グラパティラウンジ、グランドロビーですね。で、ファンタジースプリングスのレストラン。で、ラベリューティということで、こちらグランドシャトー3階のレストランということになります。はい。ということで、ホテルに泊まればね、いろんなレストランでも食事をいただけるということになります。で、中庭にね、いろいろなね、キャラクターの、岩がね、置いてあると思います。そして、中庭入らずともね、ここにね、2番の手前にも、報道陣の公開がありましたけれども、いろいろなね、キャラクターたちの岩がね、ありますよということでございます。なので、おそらくホテルに入らずとも、いろいろなね、ファンタジースプリングスホテルの、こう、景観をね、楽しむことができるのかなと思います。はい。ということで、これ、エリア3つだけでもなんかもう一つのテーマパークかのようなね、雰囲気があります。はい。まあ、個人的にはですね、どうやって楽しむかというと、やっぱりね、まず、入って、まあ、1番にね、ラプチャンの森行きたいです。で、9番、アトラクション楽しんで、そしてそのまま戻って、ピーターパンのネバーランドで、アトラクション2つ楽しんで、そしてお昼ご飯を食べたいです。で、そのままですね、アナとエルサの、フローズンジャーニー楽しみたいなと思いますので、まあ、ポップコーン片手にね、もしくはポップコーンは買わずに、行って、お手手洗いまして、そして橋渡って、アナとエルサのフローズンジャーニーを楽しみたいと思います。で、また戻りまして、夕ご飯ね、7番のアレンデールロイヤルバンケットでお食事をいただきたいです。で、いろいろ楽しんだらファンタジースプリングスホテルに行って1番でいろんなグッズを買いたいなと思います。どうですか皆さん。なんかもう1日楽しめそうな気がしますね。はい。で、お腹が空いたら11番のところでポップコーン買えばいいかなと思います。はい。いやー、もうね、1ヶ月切ってます。大変楽しみなファンタジースプリングス。皆さんもよかったらね、この地図見ていただいて、ぜひね、ファンタジースプリングスに思いを馳せていただくのはいかがでしょうか。ぜひともやってみてください。はい。ということで、今回の動画いかがでしたでしょうか。皆さん、こちら見ていただいて、ファンタジースプリングス、ますますワクワクになっていただけたら大変嬉しいなと思います。ぜひね、パークで素敵な時間過ごしてください。よければチャンネル登録お願いします。インスタもフォローいただけると嬉しいです。TikTok もね、最新のファンタジースプリングス情報流してますし、X もよかったら見てください。ヨッピーのぼやき見れるかもよ。ノートもよかったらご覧いただけると嬉しいです。では今日のヨッピーの一言です。はい。ということで、いやー、ちょっとね、びっくりしたニュースだったので、まずね、動画にしてしまいました。皆さんどうですか？ポップコーンの場所、アナとエルサのフローズンジャーニーの場所、いろいろね、理解いただけていたら大変嬉しいなと思います。いやー、個人的にはですね、いつもね、ロストリバーデルタと、そして、アラビアンコーストの間からね、ファンタジースプリングス見てたんですけども、あれはね、行く途中のトンネルだったということなんですね。はい。でもね、もうあのエリア、ファンタジースプリングスなんですよ。はい。ちょうどね、手前でカチューシャとか買って遊びに行けたら嬉しいなと思います。ぜひ皆さんもどんな遊び方してみたいですか？よかったらコメント欄で教えてください。ということで今日は以上になります。ではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。See you next time. またね。バイバーイ。